野菜の品種名がいかつすぎるということで見ていきたいと思います。まずはほうれん草ですね。こちらスナイパーということで、もう一見ほうれん草にはね見えない名前なんですが、こちらはほうれん草のスナイパーですね。銃ではありません。さらにほうれん草こちらですね、バハムートですね。こちらも一見ねほうれん草には思えないんですが、こちらのほうれん草を調理してね食べることによりバハムートを食べることができます。さらにこちらもほうれん草ですね、イフリートですね。こちらもねいかつい名前なんですが、バハムートがねイフリート、どっち食べるかこれ悩みますね。さらにこちらのほうれん草はチェックメイトですね。もう料理中にね名前を言いたくなるほうれん草ですね。中二心をくすぐるね名前も付けられています。さらにこちらのほうれん草はソロモンですね。ソロモンのごま和えだったりね、ソロモンのおひたしにしてね食べましょう。次はスイカですね。こちら赤い彗星ということで、ガンダムにね出てきそうな名前なんですが、まあ、スイカね表面緑色なんですが、切ったらね赤色ということで、まあ、ぴったりの名前かだと思いますね。次はこちらですね、ナスですね。ナスがママということで、こういったねおじさんがつけたような名前もありますね。見て可愛い、食べても美味しい、それがナスがママだそうですね。次こちらですね、唐辛子ですね。インド人嘘つかないです。もうこれはさすがにふざけすぎだろと思うんですが、インド人も納得の辛さ、インドでは定番、生でも乾燥させてもよしだそうです。まあインドでも定番のねインド人嘘つかない、まあ、これは覚えやすいですね。次こちらですね、キュウリですね。ケンシロウということで、病気に強い、暑さに強い、歯ごたえパリパリ、タフなやつということで、もうこれ完全にねあのケンシロウを意識しているケンシロウですね。もう荒廃した世紀末でもちゃんとね育つようなタフなキュウリなんでしょう。次は小松菜ですね。春の選抜、さらに夏の甲子園ということで、もう野球大好きの小松菜ですね。さらに周到のエースもありますね。なので春夏秋冬すべてをね抑えています。もういつ小松菜をね食べたくなっても大丈夫なぐらい選手層がね熱いですね小松菜。はい、ということでね野菜の名前にね臆さないようにしましょう。以上です。